外務省出身で語学に堪能な雅子さまに期待されていたのはやはり国際親善。久しぶりの海外ご訪問。高校1年の時に父の仕事でアメリカの方に行ったんですね。でその時点で、それまで日本で教育を受けてたんですけれども、外に出てみてアメリカと日本っていうのはこんなに違う国なんだ、こんなに国民性も違うんだっていうことが分かって、っていうことを肌で感じて、でそれがすごく面白いなと思ったので、何か国際的な分野で仕事がしたいなと思うようになったんです。1986年、当時22歳の雅子さま、ハーバード大学卒業の才女、そして父親と同じ道を歩み親子2代の外交官。テレビ東京は当時キャリアウーマンの先駆けだった雅子さまに注目、独自にインタビュー取材をしていました。昔からその父が外務省っていうこともありましたし、そういった環境で、あと私が中学生ぐらいの時ですからか、女性の方が毎年1人2人と外務省に入られるようになったんですよね。でそんなことから漠然とその外務省っていうのも私の頭の中にありまして、女としてやっていくのにもそういう仕事もあるなっていう気持ちがあったんです。1987年に外務省に入省し、外交官としてのキャリアを築かれていた雅子さま。これは1991年、アメリカの当時の国務長官ベイカー氏が来日した時の写真です。この時雅子さまは通訳を務められました。外務省時代、雅子さまがランチで利用されていた店があります。1963年12月9日、外務省に勤める勤勉実直な父久さんと母由美子さんの長女として誕生。わずか1歳8ヶ月で父の赴任に伴いモスクワへ。5歳になると今度はニューヨーク。英語での生活にも慣れた頃、母国日本への帰国が決まった。初めての日本での生活、小学校時代はどちらかというと控えめで目立たないタイプだった。そんな彼女も中学生になる頃から持ち前の明るさを発揮しだした。スポーツ万能、成績も常にトップクラス。ユーモアがある彼女は後輩からもクラスメートからも慕われた。自分の意思とは裏腹に、また父の転勤でアメリカへの移動が決まった。9年ぶりのアメリカ、慣れない外国語の授業だったが驚異的なスピードで英語をマスター。そして瞬く間に頭角を現し、憧れのハーバード大学に合格。彼女は外国での困難な状況を見事に追い風に変えた。帰国後は倍率の高い東京大学に学士入学を決め、その年に念願の外交官試験に合格。将来は世界を舞台に日本のためになるような仕事に就きたいと言っていた自らの夢を、彼女は絶え間ない努力で勝ち取った。研修生としてのオックスフォード大学への留学、配属された北米二課での連日深夜に及ぶ残業、毎日が忙しければ忙しいほど仕事はやりがいのあるものとなり生きがいとなった。